Festival TV 今週も始まりました。どうもジョージ・ウィリアムです。今日も音楽のお話ししましょうよ。ありがとうございました。すごいっしょ。忙しい。全然忙しくない。夜勤を吐いて旅に出ようぜ。ジョージ・ウィリアムズです。フェスティバル TV 始まりました。さあ今週からですね、あの2週間にわたってここ東京下北沢にあるフーチークーチーの会場から、あの武藤翔平 with 上野浩二のライブをお届けします。いやーということで武藤さんと上野さんをお迎えしてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。来た。でも1年と数ヶ月ぶりですよ。ああそうですね。前回生配信で、あの時生だった、生配信だったんですよ。そうかそうかそうか。で音が途中で切れたりやり直したりとかもう波乱だったんですよ。そうだったっけ。いや、生できるんだね。そう、生できる。生でも今回はですね、もうここ会、あの下北沢ね、フーチークーチー、いい会場ですね。ね、うん、で僕久しぶりにここ来たんですけど、ね、あのお二人とも結構下北沢昔から来てるんじゃないですか。うん、まあそうですね。ね、うん、まあいろいろお世話になってるレコード会社さんとかが、うんうん、ここを拠点にしてたりするんで、いろいろこのお店もね。ここでさ、ワンマンもやったことあるよね。うん、ありますね。一回もう、うん、ほんと10年ぐらい前かもわかんないけど、一、はいはい、回ツアーの最終日ここでやったような覚えがあるね。うん、そうですね。あとちょっと微妙な思い出はデイブ・フロムショーの。なんか忘年会ここでやったりとか呼ばれてあのラジオのね名DJでえ、上野さんも昔から下北沢来てますよね。おー、そうですね。まあライブハウスがねやっぱり多いので、一番最初にレコード作ったのもライブワンで出したんだけど、そこの251っていうライブハウスが昔下北沢チョコレートシティって言われてて、へー、そこでレコードを作ってみたりとか、まあ屋根裏があったりとかね、うん、クラブ Q があって、シェルターがあったりとかね、うん、やっぱり来ちゃうよね。おう、何を覚えてる、その昔か、うん、初期の頃って。あのね、お金がないことしか覚えてないんでね当時はさ、なんか今みたいにあのチャージバックみたいな感じで、そのなんつうんだろう、ライブをやらさせてもらえないので、そのノルマの制度とかもまだあったのね、うん、だから降りてさ、昔の下北沢の駅降りると、階段降りるとパン屋があって、パン屋の先にね三和銀行があったんだ、ね、そこでお金を下ろしてあのライブハウスに行くっていう、そんなことばっかり覚えてんだよねやっぱねなんか武藤さんもニコニコしてますけどなんか思い当たること、いや昔あの梅ヶ丘に住んでた時があって、まあ、ちょっと先だけど、うん、だからそこに住んでる頃はやっぱり下北によく遊び来てたんで、うん、まあなんかね、まあ、その若い頃なんか下北沢で飲み歩いた 思い出とかあるから、うん、でもまあやっぱなんかあの何かと縁があるのか、ちょっとコロナ禍になってね、うん、なかなか出歩けなくても久しぶり出てきたとかっていうのが大体下北だったりするから、うん、なんか縁があるんだなって思いますよ、うんうん、なんか僕も久しぶりにあの下北沢に来て、で僕ももう30年ぐらい前、うんうん、もう初めて地下のクラブ、ここ近くにズーっていうところがあって、スリッツだね、そこに行ったりとかで、街歩くとそのお店も変わったり看板も変わってるけど、街の雰囲気はそんな変わってないからちょっとホッとする。でもあの駅のさ、向こうのなんかほら市場みたいなのがなくなったら寂しいね。
あそここそなんか下北沢だったのに ね、おでん屋とかありましたもんね、せっちゃんね、はいはい、あの大根が大根がこれぐらいあるんだよねおでんで2週間にわたってライブをやってくれるんじゃないですか、はい、まず1週目どんな曲、どんなライブでした？まあ、リクエストをいただきつつ、はい、うん、まあ、新年、まあ、早々な新年なセレクトになるのかな。まあでもあれね、うん、あのお酒の曲が中心に、ね、うん、やろうと思ったらほら3時間ぐらいできちゃうんで、うん、それをちょっと3曲にねギュッと凝縮して、今週3曲で来週3曲で、うん、僕のリクエストもやってくれた。でも僕のリクエストはですね、収録が始まる前にやってくれた。それはなぜかというと、もしかしたら YouTube で引っかかるから。そうなのよね。こっち側のね、London Calling。よかった。ありがとうございます。よかった。で、聞きたいっていう方ですね、CD 買え。はい。じゃあ、ここでライブまず行きましょうか。はいはい。All right。じゃあ、ライブ行きましょう。武藤翔平 with 上野浩二。キーンがお送りしておりますフェスティバル TV をご覧の皆様、明けましておめでとうございます。おめでとうございます、ねえ、うん、おめでとうございます。あ、おめでとうございます。元気です。え、元気でしたか？とりあえずなんとお風呂入ってます？風呂入ってますよ、ねえ、うん、やっぱ初風呂とかっつったらこれ、うん、まあ、元旦からやってるところもありますからね。元旦から銭湯やってんの？やってるところありますよ。行く？もちろんです。行った、初湯、うん、そしたらなんかあれが柚子とか入ってんの？ね、入ってなかったかな。なんか特にそんなに湯自体には。武藤さんは早速なんか何銭湯の話で申し訳ないんだけど一番風呂とかはあんまり興味ないんだ。おじさん並んでる人いるじゃん。あ、でもそれはもう古くからの常連さんにやっぱりお渡ししないと睨まれますよ。湯が硬い？まだ湯が硬いし湯が硬くて暑いし。暑いよね。一番風呂暑いから。本当に東京の銭湯だけじゃないあれ。まあ特にそうですね。でも新潟にもすっげえ暑いとこありましたけどね。何度？いや、それね、入れなかったんですよ。マジ？武藤さんでも、うん、腰まで痛くこれ無理だって思ってちょっと上がったら常連さんやってきて思いっきり水で埋めてたんですよ、ね、いやですよねって思わず言っちゃって。あれさ、真っ赤になって上がってくるおじさんに限って、はい、薄めちゃダメだよとか言うんだよね、うん、まあそうですね。もう埋めないで水って。こんな話でいいの？新年から。先週はほら泰治さんが、うん、ねえねえ、年をめでたい感じですね。いや、佐藤泰治さんで、いや、ほとんどギターソロだよ。間違いないよ。もう、ね、フレットがなくなるまで弾くんだから。まあ、そうですよね。うん、ねえ、まあでもめでたいね。あれだけピロ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 弾かれたよね。いつもより多く弾いております、ね。ありったけのソロ弾きますもんだって、うん、それは。ねえ、ね、すごい。こうやって一生懸命喋ってるけど、うん、カットされる可能性もありますので曲やりますか。まあ新年なんで皆さんね、お茶の間でお酒でも飲みながらね、うん、まあ今年も無事会えたっていうことでよろしくお願いします ね、 ね、まずはじゃあその「飲めや歌えや」の曲から新年を始めてみますか。おい、さあ新年一発目の演奏でございます。お茶の間では思う存分飲んでください。飲めや歌いやの曲レッツブーズイットからやってみましょう。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、ワン。わずかな金を握りしめ心も躍る給料日やつらが待つその店さ繰り出すの
レッツジーレッツジー飲み明かそう今日は記憶が消えるまでさレッツレッツブーブー簡単にはやろうども一人はのっぽでなとはちび可愛いあの子を狙ってる Oh no! やめどんきな Let's proceed! Let's proceed! 飲み明かそう今日はみんなが消える目でさ Let's proceed!わずかな金は飛んでゆくちょっと寂しい給料日そんなこと知ったことじゃないまだこれからじゃレッツジーレッツジー飲み明かそう今日は朝日が昇るまでさレッツレッツジーさあじゃあ新年のご挨拶を武藤翔平 with 上野浩二のリーダーでございます武藤翔平の方から一言いただきましょう紹介しましょう武藤翔平はいお茶の間の皆さん明けまして明けましておめでとうございま す, います、武藤翔平 with 上野浩二、フェスティバル TV よりお送りしておりますおいじゃあ手短に今年も皆さんお元気で頑張りましょう準備はいいですか元気でいける準備はいいですか準備はいいですかなら俺たちもガンガン行くぞよし飲もうぜ騒ぐなわめくな暴れるな今のおいらには無理らしいお楽しみはこれからさいおかわりをくれよレッツジーッ飲み明かそう今日は俺が倒れるまでさレッツレッツジーッ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 レッツジー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 飲み明かそう今日は俺たちが倒れるまでさレッツレッツジーレッツジーさん、はい、今年もよろしくね。いや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 、一部は喋ってくださいって言われてるんで。武藤さんやっぱ正月とかちゃんと飲んだ？もうほら最近もうほとんど飲まないじゃん。あんま飲んでないですね。もうでも、うん、病気した後、うん、もうちょっとあんまお酒飲まなくなっての、うん、正月の過ごし方がちょっと年々変わってて。うんうんテレビ体操ってあるね、NHK のね、あれの元旦だけのスペシャル版があるんですよ。武藤さんこだわるところがもう渋すぎて。いやあれラジオ体操第一とかあるじゃないですか、うん、あるねあるね、ピアノでメインがタンタンタランタンタンタンとかあるじゃないですか、うん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 、あれがバイオリンで弾いたりするんですよ。あらそう、はい、新年だけ新年だけ見せるね NHK もね。それでもう総出ですよ、全員出てくるんですよ。あその出演者がね、出演者が、うん、総勢何人の今は女性陣が6人の男性が増えて3人9人でしょ。この間男性陣が現れた時武藤さんもひっくり返ってたもんね。はい、だってアシスタントは女性でもずっと来てましたからね。あの
なんつうんだ、ピアノ、はあはい、ピアノ伴奏者、大体 の正月はちょっとあれかもわかんないけど、はいはい、伴奏者は何人、今4人になりました。あ、そう、日曜だけの人がちょっと男性の人現れて、やっぱその人によってそのタッチが違ったりするの。やっぱ違いますね。ああ、そう。で、武藤さんお気に入りの鍵盤の奏者が、僕はあの幅重美さんっていう、よー知っとんなこれおい。その人結構硬い演奏するんですよ。ああ、そう、はい、うまい、まあうまくなきゃあるんで出れないもんね。はい、の2日はあれじゃないの、あのほら、あ、駅伝ですね。ね、うん、今年はどこだ今年はどこだったんですか。なるほど、そうなんだ。なるほどね。え、青学って強いのまだ。え、青山学院、青学強いでしょうね。山ね、もうこれ収録だって分かりきってるじゃんなっていう、ね、山梨学院は、山梨学院はまあね、どうですかね。であのなんか山梨学院といえば、あの山梨学院といえば、あのほら特待生で、あ、だいたいあのアフリカの外国の方も、ね、外国の方とか、ね、出てらっしゃるもんね。でも最近いろんな大学が特待生取ったりするので、なんかあの一概に山梨学院だけがっていう、いうことでもないみたいな、ね、山の神様とかいたもんね。そうですね、山の神様。あれさ、さ昔さ、あの蒲田でさ、はいはいはい、あの、あ、踏切、踏切ね、踏切待ちってありましたね、うん、正月からこんな話でいいんですか。正月らしいです。まあ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 、うん、ねえ、楽しんでいただけたらいいんだけど、うん、まあ金さんの方からちょっとリクエストいただいたんで、うん、もう一曲やってみますか。はいはい、ね、我々の一番新しいアルバムに入っております、ローリンサーカスってやつをやってみましょう。昨日泊まったホテル304号室、あまりにも手箱臭くて落ち着きやしない。ホテルの周りを見れば何もはない、 You're a hot guy、 また結局街に捕まって今日もグッズが良い、海を野田島になってくれた気心知れた仲間、相棒を大丈夫なんか気にしてられない、今日もまた夜中すぜ、ローリーローリーサーカス、転がるサーカス、列車に飛び登って、寂しい気持ち吹き飛ばし転がって、月に見放されたと冴えない顔をしてね、愚かな奴らほど可愛い顔してる、しびれきれしまんなってくれた愛しすぎる仲間、相棒、運の悪さは自分だけ知らせたんからかに心身がローリンのリサーカス、コロナのサーカス、じっと一人Lonely, lonely hearts. 寂しい気持ち吹き飛ばし転がって。Lonely, lonely circus. 転がる circus.
寂しい気持ち吹き飛ばし転がって いや今年もね、いろんなとこ行きましょうよ武藤さん。そうですね、また行って、うん、ほらライブ 3曲とか無理だから、ね、行って、ね、たっぷり喋ってたっぷり飲んで、また全国の皆さんお見舞いしますので、武藤さんは、ね、ライブ中も最近飲まなくなっちゃったけど俺の隣で笑っててくださいよそうですね、俺が面白いこと言ったら、あ、そうですかって言ってくれたらもうそれでも十分なんでそれで十分です、ね、もう十分です。もう俺はもう面白いことだけ言います、うん、あね、うん、たまにはたまには一杯ぐらい飲んでくださいよいやいやいや、まあまあ俺武藤さんが本物のね、うん、俺いつもほらライブ中もほらあれなんていうの、ノンアルコールビールっていうのね、ね、そういうのを飲んでるんだけど、たまに本物飲むじゃない、はいはい、あの時の顔がね大好きなんでありがとうございます。やっぱなんか、うん、アルコールってうまいんだなって思うもんね、うん、本当にうまいですねそうね、武藤さんが言うとものすごく説得力があるんでやっぱなんかやっぱちょっとね、昔は好きすぎて中毒めいてましたけどね武藤さんやっと気づいた、うんうん、まあ武藤さんもうタバコもお酒もね、うん、一生分やったよ。まあね。ねえ、ということで、お茶間の皆さんはね、いくら飲んでも今日倒れても家だからね。いくらでも飲んでいただいて。YouTube で見るということは大体家だという。多分ね、家じゃない？大半の人が家ですかね。まあそうか、でも最近ほら、もう携帯とかで見ちゃう、ね、見るからね。あ、そうか、移動中とかでもこうやって見たりできますもんね。ねえ、うんうん、まあとにかく乾杯して今日のところはおいともしましょう。はいはい。ね。我々の曲で乾杯の曲やってみましょう。サルってやつをやってみましょう。ワン、ツー、スリー、サル。ティリンイチンチンイチチンでティリンイチチンイチンでチンでティリンイチンイチチンチンで。私の言葉に意味などないけど、私の魂に意味などないけど、あなたが私を求めてくれるなら、私の心に染み込んでいくだろう。ティリンイチンルルチッチャ、ティリンイチチンイチンルチンチャ、ティリンイチンルルチッチャ。私の体は水で生きているから、あなたの体に染み込んでいくだろう。鉄の心でさえ錆びて染み込み、ボロボロに溶かし染み込んでいくだろう。サロー飲みましょう。サラーもう一回、ワン、ツー、スリー、サラー。世界好きよいつも
君が運したなら呪文を唱えて一つになるんだろう。シャロートゥリチーザンリチーザンシャロートゥリデデデデデデシャロートゥリチーザンリチーザン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 シャロシャルーシャルーシャルーお茶の間シャルーおいおい明けましておめでとうございました。ありがとうありがとうございます。来週もあります。来週もあります。でこれあの YouTube でねそういうアーカイブされますので何回も何回でもね見れるんですよ。だからまあ年明け明けましておめでとうございますトークっていうのはまあ可能性として6月に見られたりとかそういうのもあるんですよ。そうだね。僕結構 YouTube 見てるんですけど武藤さん どう見る？あ見ますよ。うーんとねどんなもの見るんですか？で何見たっけな。音楽もの。音楽ものそうですね、うん、あのローリングストーンズの誰かが勝手に撮ってる最近のライブのやつとかでほら去年ちょうどチャーリー・ワッツさん亡くなって、うん、その直後のライブとか、うん、最初にオープニングでチャーリー・ワッツのね、うん、弟とその映像から始まるっていうのとか、うん、ねすごくなんか感動しちゃって、うん、本当音楽好きにとって本当幻の昔のインタビューとか、うん本当いろいろ出てくるね。うん、そうですね。ちょっと怖くなる。僕もいろんな番組作ってきたからさ。あの上野さん見る？俺はね、もう実はそんなに見ない方だと思うんだけど、うん、でも見るとしたらでもやっぱライブとかになっちゃうよね。ちょっと待って見るとしたらフェスティバル TV ですよね。あ、そうだね。まあそれはもう毎週欠かさず。すいません、嘘をついてしまいました。あの今年一つあのまあいろいろ目標あったりとかするんじゃないですか。新年迎えると今年はこんな1年したいとかで、コージさんは どうなんかインスタを始めてくれない？そうなのよ。あのねそう、まあ、ちょっとね去年ぐらいからずっと思ってるんだけど、うん、ほらライブやるにしてもさずっと武藤さんのお任せきりというかさ、うん、武藤さんやられてるんで、うんまあ、それもちょっと申し訳ないんだけど、うんなんか俺やるとさなんかほら多分だけど飲んでますとかでそれがいいのよ。いや俺もそれなんか嫌だと思ってあとはほらライブの告知武藤さんみたいにさあの趣味があるといいのよあのお風呂とかさお風呂ってさちょっとダメか銭湯とかそうあのほら神社とかも行ってるよね。ほんと絵もねそうそう絵もねそうそうなんもないもんそういやでも、でもなんかそれなんか思ったのがコロナ禍になって急に出れなくなった時にジョージはジョージでなんか自分こんなことやってますという情報がこう入ってきてあだったら俺応援しようっつってあのねなんかバッグ買おうとしたりとか、買ってくれたんですよ。なんかそういうつながりができてなんかあの要は実際に出歩けなくてもあなんかこういうことやってんだなってそれがただ街歩いてるだけでもいいかもしれないけど、うん、なんかそういうのでつながってちょっと安心するっていうのがすごいなって思う、ねえ、うん、僕そう思う。上野さんどう思う？なんかさ地方から帰ってくるとさなんかまあ全然ね久しぶりのやつと連絡とか取ってると
あの地方お疲れ様でしたって来る。何飲ましとんだで俺はそれまだ怖いタイプなのでなんでお前知っとんのこれねすぐ慣れるよねすぐ慣れるすぐ慣れるすぐ慣れる。まあでもあの今週ありがとう。で来週も来週もよろしくお願いします。お願いします。それでは皆さんまた来週お会いしましょう。あとね YouTube の話したからねフォローよろしく。じゃあね。